では、まず19ポイントのチームから。19ポイントのチーム1個だけなので、まあ、これは出した瞬間確定になりますが、ではまず1チーム目ドンと。クズハ、エクスアルビオ、フアミナト、キボランドマークは1ラバサイフォンということで、ここはもうラバサイのみということでね。はい、というわけで、今回も何度か取れたということでね、ありがとうございました。本当に絶対やるぞはい、というわけで、クズハチームの皆さんでした。ありがとうございました。え、終わりおい、短すぎだろ。はい、あ、帰ってきた。お疲れ様です。オプ、はい、すいません。どうしたか。ありがとうございます。ドキドキした。お疲れ様です。ラバサイフォンを取れた気持ちは。いや、もう取れないかと思ってました、正直。なんとか行きましたね。いや、何も言えねえ。うぜえ。あ、怖かった、よかった、もう何も言えねえ。なんか、結局ここにした理由とかはあったの？あるの？ちなみに。あ、言えないっすね。言えないね。情報戦すぎない、あまりに。ケチくせえ、マジで。言わないんじゃなくて言えないっすね。やっぱ結構転々としたんすよ。そうよね、なんかちょいちょい転々としてたイメージは。そう、転々としたんすけど、うん、まあ最初に練習したラバサイフォンがやっぱ安定してたなってなって、最後中継とのタッグで、うんうん、俺の意思をみんなが尊重してくれた。はい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 、うん、まあ、中継よりラバサイだったと。ラバサイだったっ、ね、そうね、順位的に尊重しました。よし、まあじゃあ負けたら、まあ、誰のせいかはまあ分かる。そうね、それ明白、明白ではあるよね。明白では。おい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 、そう、オッケーオッケー。おいおいおい、ハユン、ハユンチーム移籍しまーす。もう決まってます。ダメでーす。なんだよ。では、1チームずつまずは見ていきましょう。アステルレダチーム、希望ランドマークは発射場、ラバシティ、火力発電所、溶岩港、クリマタイザー。メンバーの見上げ忘れてました。アステル、レダ、アスミ、セナ、アルスアルマル。そして、次のチームいきましょう。パカエル、リッカ、クガレオ。希望ランドマークは1位ラバサイフォン、2位中継地点、3位カウントダウン、4位ビッグモード、5位中継地点。こちらが20ポイントチームラストとなります。カナエチーム、カナエ、ローレンイロアス、ユーヒリリー。希望ランドマークはカウントダウン、ラバサイフォン、中継地点、発射場、溶岩港といった感じで。ん？中継2つあった。ちょっと待って。あ、ほんとだ。これはうちの誤植です。失礼。ね、正しくは、ちょっと待ってね。ちょっと待って、パカちゃんからチャット見てくるわ。いや、中継だわ。チャットが中継だったわ。これ、誤植じゃないです。中継がすごい欲しかったらしい。はい。あ、お疲れさんでーす。お疲れ様で、アステルレダでーす。はーい。じゃあ、アステルさん、今回。はい、発射場をピックした理由をお聞きしてもいいでしょうか。あ、やっぱ僕はそうですね、発射場やっぱずっとやってて、今回 CR カップでもやってて、やっぱムームが慣れてるので2人を引きずっていきたいなって思ってます。何言ってた、そんな感じのこと。なんかそんなようなことは言ってた。はい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 。まあ、ちょっと今日アステル君は用事的に来れないということで。アステル君もアルマルちゃんも壁外調査出てて、ね、壁外調査はい、私が代わりに。はいはいはい、ありがとうございます。はい、ちなみにアスミさん、今本人いないんで全然本人言っていいですけど、本当はどこが良かったですか。いやー、まあラバサイフォン、やっぱそうっすよね。ラバサイフォンっすよね。うん、ラバサイフォンかな。やっぱもう、いや、もうちょ言っとくっすわ、アステルレダに。ちょっとラバサイだったんじゃないの、うん、って。いや、マジで言っといてください。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、あ、レオ君は今日はおらね、おらない感じ。多分寝てる。舐めてんな。これ怒り1です。自社の。いや、ちょっと勤勉すぎて、ちょっと多分ね、ちょっと一生こう頑張ってんですよ。ちょっとなんか頑張りすぎてて、頭が爆発してますね、うん、そう、他社のタレントさんにかばわれるうちのタレント。いや僕がいっぱいいじめてるから。僕がいっぱいいじめてるから聞く、うん、はいはい。では、パカエルチームはちょっと待ってね。まあ、中堅決まったわけですが、ラバサイフォン1だった理由とかってちなみにありますか。はい、ですね、これは僕ら完全に永久不滅に揺すられてました。揺すられたって言い方おかしいな。揺さぶられたじゃない。練習の練習カスタムで揺さぶられてました、ずっと。ああ、なるほどね。ラバサイもしかしたら開けるのかな、うん、みたいなのあったんだ。あ、中継練習していいですか、あ、ラバサイ練習していいですかって最終日まで。そうね。
まあまあ向こうも困ってただろうし、はいはい、揺さぶられたんだ。最終日に練習してたのが中継だったから、はい、じゃあラバサイ取ろっかって言って、あー、はい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 、はいはい、ラバサイを選んだ結果中継になりました。なるほど、はいはいはい、一生揺さぶられたんだ。うん、まあどっちでも良かったからな。5位の中継は何ですか？どっちかって言ったら、もともと中継取ってたから実家に帰りたいという気持ちがそうね、一番最初に練習した本命サインなんだ。これは本命は出てた。なるほどなるほど。じゃあ立花さん、本番に向けての意気込みをお聞きしてもよろしいでしょうか？そうっすね、コーチエデンさんなんですけど。エデンさんなんだ。そうなんですよ。で名実ともにこのチームの中間管理職を担ってくださいってちょっと言われてるんでみんなのメンタル管理までちょっと担っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。うわー、なんか包容力感じるな。ありがとうございます。いや間違いない。あ、来た。お疲れ様です。というわけで、かなえチームはカウントダウンが取れましたということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。カウントダウンを選んだ理由とかはじゃあお聞きしてもよろしいでしょうか？アーマーが強いからです。そうですよね。アーマーが強いと、はい、リングコンソールがたまに湧きます。ローレンさん声どないなっとる？バチバチ寝起き、すいません。寝起きすぎない？あまりに。そうです、すいません、すいません。とんでもない寝起きっぷりだけど、許してください。ちなみに、そういえば気になったんですけど、最終的にチームはマウスが3人、はい、それともパッドが3人です。パッドが3人なんだよね、なんと。ましたね、マジで。マジで、まあ、いろいろ紆余曲折あったんだ。じゃあそう、あって、まあ結局リリーさんだけパッドっす、はい、あ、もう5サイン出たの？リリーさんはもう3人集まって練習してたから1回もキーマン触ってないっす、うん、触ってないっす。キーマンちょっとやらんみたいな感じだとちょっと嫌がるっす。え、逆に嫌そうなほら出てる。逆に普通にワンマガするっす。普通に中継でワンマガして変な笑い声出てるっす。頑張ってんだ。なるほど、ありがとうございます。じゃ あ最後に、じゃあローレンさんから本番に向けての意気込みだけお聞きしてもよろしいでしょうか？はい、まあ本番はリリさんがワンマガで破壊するんで、そこにまず注目してください。よろしくお願いします。いいね。ほな本番まで頑張ってください。お疲れ様でーす。カウントダウン一番強いです。お疲れ様です。なんてカウントダウンが一番強い。カウントダウン一番強いね。そうね、やったってよ。あ、カウントダウンが一番強いです。わかったわかった。わかったから。よいしょ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はじめまして。はじめまして。よいしょ、渋谷です。わあ、すいません、渋谷カスタムとかも何度か出ていただいててありがとうございます。いやー、ありがとうございます。すごい楽しみです、大会。ちなみに、いろいろなこのランドマークの意図とかって、伺われておりますでしょうか？はい。覚悟がやっぱり、ああ、覚悟なんだこれ。はい。あ、なるほどなるほど。全然その勘違いしてたとか、はい、そういうポカをしたわけじゃなくて、はい、もう展望で絶対に大会出るぞっていう覚悟の表れです。あ、覚悟だったんだこれ。はい、もうそれにチームメンバーももう同意、よっしゃ、言ってやれと。あ、はい、言ってやれだったんだ。リッサン、もうリッサン、そんな覚悟あるんだったら乗っかるよということで、はい、マジか、メンバーも行かれてんだ。はい、させていただきました。なるほど。ちなみにファインのラバサイは、あ、もう火力展望取れなかったらもうどこでもいい。投げやりすぎる。あまりに投げやりすぎる。まあでも覚悟の現れ、そんなに覚悟決めた結果として無事、ね、展望が取れたということで、やっぱり展望一筋愛してたんで、ああ、で結果が実ったかなと。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後に本番と、まあ、練習と本番に向けての意気込みだけでお聞きしてもよろしいでしょうか？はい、うちのチーム結構ポカやらかすこと多いんですけど、はい、ファイトは強いんで頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、よいしょ、お疲れ様です。お疲れ様です。ここはコーチも引き連れての参戦ということで、イエイ。はい、じゃあラバシティを選んだ理由をじゃあルナさんにお聞きしてもよろしいですか？どうぞ。はい、ないということでありがとうございます。ないの？ あるよね。やります、やっぱり今考えてます。
はい、競技心のスクリームを雷が見てて、はい、あ、はいはいはい、やりたいなって思ったムーブに近い場所だったんで、ムーブができそうな場所だったので、そうですね、はいはいはい、じゃあガマさん、本番と練習に向けて意気込みをお聞きしてもいいですか。そうですね、まあうちやっぱギャルとかパリピとか、はい、まあなんか篠宮も最近ギャルになってきてるんで、はいはいはい、まあ陽気らしく明るく笑顔でちょっとやっていこうかなと思ってるんで、わ、いいコンセプトだ、はい、ちょ元気なチーム見たい方ぜひよろしくお願いします。 お願いします、はい、じゃあ最後にリンシャムさん何か一言どうぞ。はい、先ほどのチーム覚悟でランドマーク決めたと言ってましたが、はい、その覚悟を許してしまうコーチに負けないようにコーチ勝負勝ちたいと思います。あっちコーチ誰？ゆふなさんです。あ、ゆふなさんだ。オッケー、よろしくお願いします。了解です、よろしくお願いします。じゃあ激対決ということで、まあ、コーチ同士の、ね、代理戦争みたいなところもちょっとありますからね、実際。はい、いいね。じゃあコーチの期待にも応えられるよう選手の皆さん頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあお時間ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様です。ではランドマーク無事1指名溶岩校が成功したということでおめでとうございます。やったー、一本釣りだー。一本釣り、ありがとうございます。結構このまあなんていうのかな、そのトップティアランドマークあるじゃないですか、中継だったり、まあ、ラバサイホンみたいな分かりやすいランドマークを除くと、うんうん、まあ、個人的には僕溶岩校ってめっちゃ強いランドマークだと思ってて、うんうん、ティアップの中で多分トップのランドマークがなんと、うん、奪い合いにならずに取れるという、本当に、うん、嬉しすぎる。割と奇跡的ではある。何でもあるからね、はい、あ、じゃあエリアも見れるし、はい、はいはいはい、ジップあるし、バルーンがね、はい、んで老婆がいるから、はい、結構溶岩鋼のほとんど入るから、ああ形的に、そうだから、ね、すごいアサリが早くて移動もめっちゃしやすいし、はいはいはい、祭りなんと ラウンド2のエリアが分かったら最終円が分かるっていう特殊能力を持ってるんですよ。ああ、アンチ予報士の資格持ってるんですか、もしかして。そうなんですよ。あ、資格持ちなんだ、はい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 、だから移動が早くなるっていうのはすごいありがたいんで、溶岩校最高なんですよ、うん、なるほど。ちなみに今話の中でもありましたが、エルさんはやはり今回も老婆ピックということで、はい、まあ、そうですね、まあ、あまりこういう本配信で明かしたくないんですけど、うぜうぜ知ってるよみんな、まあ、本番までのお楽しみということで知ってるよ。ちなみにどうですか、昔から老婆使ってきた老婆使いとしては、まあ、今シーズンちょっと老婆の評価高いじゃないですか。はい、なんかどうすか、にわか老婆とか見ててやっぱ、いやちょっとですねにわか老婆、せめてね、老婆の本名くらいは言える程度の知識はないとちょっとアンドラーデ族としてエルアンドラーデとしてはやはりよろしくないなと思いますね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にエマさんから、練習と本番に向けての意気込みお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、もう練習からずっと溶岩降りてたんで、はい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 、そう、もう本番まで詰めていけたらいいなと思います。頑張ります。はい、わかりました、ありがとうございます。では、ナッピーローバープリッシュチームの皆さんでございました、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です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 。ハロー、チームメンバー、ハロー、ハロー。じゃあじゃあアクセルさん、まずはフラグメントイーフと、取れたということですが、選択した理由を伺ってもよろしいでしょうか。まあ、選択した理由はなんかローテーションがめちゃくちゃ早くできるエリアなのと、はい、まあ、自分がめちゃくちゃ TSM 昔見てて、 TSM がずっとフラグ取りてたんで、なるほど、まあ、なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあセレンさんはどうですか、このチームでファイトの、まあ、自信みたいなはどうですかね。How do you feel about the fighting like capabilities of us like as a team? I think ever since we swapped up our comps playing what we're playing right now with Bangler, Watson, Valk, we're definitely a lot stronger as a fighting team and we're very fortunate to have Nocturnal from Exet to coach us, and we've become definitely a lot stronger now in our recent scrims. まあなんか最初のスクリームに比べたら、まあ断然強くなったって感じですね。はい、その前最初の1週間2週間は割とカタリスト、シアとバルキリーで挑んでたんですけど、なんかあんまりうまくいくことがなくて、そこで
ちょっとバンガロール・ワットソン・バルキリーに個性変えてから、はい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 、チャンピオン2連で取ったりだったりとか、まあ、ファイトまあ8割くらいの確率でファイトは勝ってるので、まああとそうですね、すごい、なんか、はい、コーチがちょっと ALGS がお休みに入ってからは、はい、もうちょっとなんか見てくれる時間が多くなったんで、それで一気に成長した、ね、なるほどなるほどなるほど、それはありがたいですね、はい、なるほど、すいません通訳までありがとうございます。あー全然大丈夫ですよ。じゃあ最後にノクターナルコーチから見てこのチームはどういった、まあ、印象というかどういった感じでしょうか。How do you see the team, Nocturnal? What do you think of team TSB? I was very surprised on like how actually good at the game they were. Like they were very, very good at the start and they can improve massively. They have a lot of potential and I'm very excited to work with them. まあなんか正直驚いてるっていう感じでしたね。そのなんか。その最初見た時から割とファイトもあって、はい、ムーブとかもオーダーだったりいろいろすごいなんかすごいポテンシャルを感じるので、うんうんうん、コーチするのがすごい楽しいとのことです。うわーいいっすね、そんなちょっと言葉もいただけて。じゃあ、いやありがたいっすね。まあ来週ぐらいからあの V サイの、まあ、正式なカスタムの方も始まりますので、それに向けて、ね、はい、調整を進めていただけたらと思います。じゃあ本当に通訳マジで助かりました、はい、ありがとうございました。ああ大丈夫ですよ、ありがとうございます。はい、では次はカスタムでお会いしましょう。お時間ありがとうございました、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です、ありがとうございました。 Thank you. お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、本日はハーベスター戦争が行われるということで。ちなみに我こそはっていうチームはいますか。はいはいはいは、はい。まあ譲る気はないと一面にしてるのに我こそはじゃなかったすごい。まあそうっすね、こんな被ると思ってなかった。いただきます。そうよね、大丈夫くらいだと思ってた。あのウルハちゃんとのチームと 1v1 だと思ってたよね。だと思ってたね。わかる、アマちゃんが 25% 黙りかき。うちのチーム一回もここで練習してないんだぞ。くんじゃねえよ。くんじゃねえよ。できたんだって。いないしんちろに言え、いないしんちろに。こいつ、あいつら言ったんだここ。じゃあ一番負けたくない人って誰なのこれ、はい、はいはいはい、違う違う違う、そうじゃなくて、そうじゃなくて第二候補が、あ、のせさんのチームはスカイフック西があるんだな。で、うちも終わってるんですけど、くるみのチームはランスラがある。かがすみれチームは自分負けたらやばいです。多分すみれちゃんとりょうはりょうたちは終わる。結構ね、絵がぼやけて見えてる。いけ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 、お前こういう時ってすーちゃんボロ負けになるんすよとか思ってるやん。今日マジで負ける気しなくて、なんか知らんけど今日虫の知らせ来てるから勝てる。あ、まあでも誕生日ではあるよね、一旦。すいません、そう、なんか今日乗せに乗ってんだよね。あ、やっとありがとう。じゃあ回しちゃっていいですか。あ、全然お願いします。じゃあ柴原頼むわ、お願い。やめて、僕に分かってるね。一ノ瀬ウルハチームの枠小さくないなんか幅狭ない。ちょ、言いがかりやめろってマジで。不安になってるから、そう見えてんだって。キモいってマジで。じゃあこちら、もうクリックしたらあと自動で止まるんで、じゃあクリックさせていただきます。では3、2、1、クリック。いや、マジ頼む。いや、これ怖すぎる。左、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 左。あ、あ、うわー、やったー。紫だから、カラスミレにならないですか。やったー。持って、後ほど一チーム譜ね、話聞くので、じゃあ一旦 VC の方から答え出腹くださーい。はーい。スミレ、頑張れよ、一チーム。弱すぎー。弱すぎー。おもろ。はい、お疲れ様でーす。あ、よかった、みんな集まれた。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。では、うん、クリマタイザー戦争が勃発ということで、まあね、はい、はい、殴り合いで決めますか。あ、負けちゃう。それ筋肉量がちゃうやん。無理無理無理。ボディの差がすごいって。男バーチャルゴリラ肉弾戦を選択。は
ちょっと1回いいですか、本当に真剣に一旦譲ってもらってないですか。いや本当に無理やねん、本当に無理やねん、真剣に断るわ。まあでもゴリラさん、お二方女性ではあるよ。いやゴリラもじゃあ今は女性ということでよろしくお願いしますわ。よろしくお願いしますわ。じゃあゆげちゃんがスタートって言ってもいいんじゃない。じゃあいいよ言って。あ、いいんだ。別に関係ない、ね、なんでそこでちょっと大人になったみたいな。ゴリラも男なんでそこで、はい、うわー羨ましい。ゆげさんさっき譲ってくれる人いなかったよ、羨ましい。じゃあゆげさん、じゃあチーム背負ってスタート言ってもらいましょうか。うん、うわー、じゃあいいですか、はい、ありがとうございます。なんか本当にいいのかな、本当にいいですか。これじゃあ私が背負うってことだもんね。そうです、背負ってます。スタート、はい、あー回っちゃった。頼む、もう知らないよ。頼む、どこどこお願い、頼む、あ、来い、あ、ちょっと滑った。怖っ、男やこれが。しゃあね、怖い、終わって、怖いこのチーム、男や。フジカルが違う、ちょっと。じゃあちょっと後ほど各チームインタビューさせていただきますので、一旦はい、VC の方はお戻りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。もうおもれえな、殴り合い。はい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 、お疲れ様です。しゃー、お疲れ様です。わー、気合入ってんな。はいはいはい、お疲れ様です。しゃー、いや負けないです。なんだてめえ、負けない。なんだお前ら、この野郎。いや、ビッグモード住んでんだよこっちはよ。何人住んでると思ってんだビッグモードに。星熱量はもうでかい、こっちも。いや、そうよ。先輩すいません、もらいます。え、ハヤさんと星川さんってどっちが先輩？え、星川3年半。僕を、1年ぐらい。やばい。いやいや、違う。こちら4年半。ふぅー。よし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 。いや、よくないな。しめー、じゃあ、まあ、ちなみに保険があるチームは、ザビッグモード取れなかった場合、レイド君のチームはザプリ取られてるでしょ。でも完結は引っかかりそうだな。保険もあると、まあ、ここを正直注目してほしいよね。なるほどね、本当にそう。俺たちが万が一負けた場合どうなるか。俺たちはいつだってお前のことを見てるからな。隣のランドマーク。じゃあ僭越ながら渋谷春がクリックさせていただきます。お願いします。はい、お願いします。では運命のルーレットスタート。ありがとうございます。はい、では、後ほどまた各チームのインタビューありますので、一度 VC の方はご退出ください。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。バカな。あいつバカなまで一言も喋んなかった。ルーレット止まってから一切喋らなくて、最後バカなだけ言い残して帰ってた。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おいこら、おいどけ、おいこら、お前やひなの、何しに来たんねん、ツリーいなかったよ。いやまぁ、ちょっとね、ツリーがちょっといい感じに見えたからもらっちゃおうかなと思って。誰の差し金だ、言ってみろ。あれる。あ、出る。あ、出る。ちなみに、奈良かは火力って言った。やっぱ荒れるか。色時間だ。やべ、めっちゃいる、まずい。待って、やべ、なになに、なんかやってます、すいません。あー、なんかやってる、OK、 オーケーです。あ、待って、俺ここ食べる、多分。じゃあ、ダメ、もらっていいですか。戦勝っていう言葉がこの世にはある。ありがとうございます。今フィニッシャー決められてるんだけど。頑張ります。ありがとう、頑張ってね。はい、じゃあ
ルーレットの方回させていただいてよろしいでしょうか。頼むぞ柴原、お願いします。僕に背負わせないでください。よろしくお願いします。じゃあルーレットの方回します。よろしくお願いします。お願いします。来い、頼む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 、いやマジマジ頼む、来い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 、はぁ、あプテイやったー、やったー、嘘だろ、だったったじゃあちょっと各チーム後ほどインタビューしますので一度 VC の方お戻りください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まずはスカイフニッシュおめでとうございます。はい、ありがとうございますありがとうございます。まあ一旦不服ではあるか、一旦不服ではある、はい、こう次にはどうしてハーベスター欲しかった、どうしても。いや、やっぱ移動がね、はい、なんかまあ物資ちょっと弱いにせよ、はい、まあ、中堅もラバサイもまあ取れないってなると、やっぱラバしかないかなと。はいはいはい、ラバじゃないハベだね。そうそう、あの、はい、ハベハベハベ、はい、まあ、ただね、ただただやっぱりまあそうですね、直近のカスタムを見るにやっぱりスカイフックにしというのはやっぱり物資もいいわけで、かつ、ね、まあやっぱり、うん、他のチームが取ってねことを見ると、まあ第2候補に入れざるを得ないかなというのがまあ私の見解ですね。はい、なるほど。ごめん待って、すごい早口じゃない一旦早口オタクとさっきまでねみーみたいな言ってたすっごい早口。そう、自分のドラフトをね誇らしげにしてた、してた、みんなに褒めてほしいみたい。まあ確かに2位スカイフックにして取れてるの結構すごい。実際スカイフックにして3位多かったから、確かに5個光ってんのすごいな、うん、そう、全部光ってんのすごいねっていう話をゆるかさんにしたら、うん、誰が決めたと思ってんだよ決めまあでもね、去年のメスファンから見たらもうこんなん目から鱗どころかみたいなところあるでしょう。やっぱ必要だったかもしれない、この頭脳が去年のメスファンに足りてなかったそう、欲しいものリストから成長はしたちなみにノアさんのところは、はい、第一候補ハーベスター手に入れたわけですが、やったどうでしょうか。いやいやいや、もう正直さっきも言ったけど、本当にウルハちゃんところと対マンだと思ってたから、まさか4チーム被ってると思ってなくてじゃあ本番に向けての意気込みお聞きしてもよろしいですか。うち多分唯一のキャラを入れてるんすよね。ランパーツ、破壊します。いや、ちなみに僕めちゃめちゃ楽しみにしてますあのやっぱね、本当紙視点映ええぐいんだあれ。扉飛ばしながらワンピックとか撮ったらありえんぐらい盛り上がるから、今回パブリックビューイングもあるんでね、ちょっと映画館でね、みんなが見てる中、うん、扉をぶち破るシーンとかもそう、はい、見れること見せたいなと思います。はい、楽しみにしてます。じゃあそんな感じで本番まで残り頑張ってください。はい、ありがとうございました。アップンでーす。はい、お疲れ様です。え、テンション低く、びっくりした。寝起きの自分は二人が盛り上げてくれる、ね、寝起きすぎない、あまりに。おはようございます。あんまり高くないし、ベニさんも。はい、とわさまだけ元気だね、よろしくお願いします。こんやっぴー、こんやっぴー、こんやっぴー、低く声、みんな元気、ナイスナイス、声低くないチュナさん、はい、ちなみにトア様は今回キャラピックはどうする予定とかあるんですか。一応バンガ使おうと思ってますけど、まあわからないです、ね、まだ固まってないよね。うん、はいはいはい、はい、まあ、みんなキャラピック広いからなんか臨機応変にできるんじゃないかなって思ってます。なるほどじゃあベニさん、最後に本番に向けて意気込み伺ってもよろしいでしょうか。はい、私たちチーム名がね、ジュエルボックスっていうんですけど、はい、宝石のような輝きを見せつけたろうと思います。よろしくお願いします。いいね、キラキラキラあ、滑ったんで帰りましょう。はい、いいじゃんね、いいじゃんね、はい、はい、じゃあありがとうございました。本番まで頑張ってください。ありがとうございました。お
カでーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい。はい。はい。ナブちゃん誕生日おめでとう。はい、こっちの香川勝ちました。こっちの香川。チクチク、チクチクしてんのなんか。あいつには一旦、はい、厳しさを、世間の厳しさを。分かってほしくて分かったです。分からせることができて。うざすぎだろこいつ身内にいんのマジで。かわいそう。それと、はい、それと感度3000倍の2人も真っ暗。確かに確かに。じゃあナズちゃんははい、エーペックスの仕上がりはどうですか。やっぱなんかどうしても別ゲーのイメージが多分みんな強いと思ってて、まあバロだったり GO だったり、うんうん、ね、やっぱりイメージ強いと思うんですけど、はい。ないないこの火力がすっごーく仕上がってる。今回ね、はい、救急バフ入りましたからね。そうです、僕めっちゃ強いんです。まあ強くなったないないくんで今回はじゃあ行くんですか。はい、はい、僕頑張ります。最後にニューさん、あの本番に向け、はい、本番とまああのカスタムに向けて意気込み、はい、お願いしてよろしいでしょうか。意気込み、はい、まあ、やっぱりそのポイント一番もう低いんで、はい、もう3番手としてね、ちゃんとサポートができるように日々頑張りたいと思います。わ、はい、かりました。じゃあ日々頑張るということで成長します。はい、じゃあ、はい、残りの期間も頑張ってください。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。あ、来た。お疲れ様でーす。はい、お疲れ様です。お疲れ様でーす。なんか、暗いっすね。暗いっすね。いや、全然、勢いを、ビッグモードと完結戦両方取れると思わなかったんで。よかったです、本当に。完結おめでとうございまーす。なんでだよ。実家追い出された。こんなに毎日練習してたのに。俺たちの家だと思ってたのに。そこいかにドラフトが済むまでの練習がまあその良くも悪くも意味ないかってのがよくわかるね。なめんなよ。いやいや意味なくないけど、アップ掛けって意味では意味ないなっていうね。まあまあそうそう、だってちょっと思ったでしょ。こんだけ言ってたら、まあ、誰もね、まあ、うちらビッグモードっしょちょっと思ってたっしょ。俺だからうちあのランドマーク規模出すとき全部ビッグモード出すかちょっと悩んだんですよ。本当にもう1から5まで。自信あったでしょ正直。まあ、正直あったっすね。まあでも、まあ、違うんだよね。はい、まあ、別にまだ、まあ、最初に降りるところはまあ完結戦ですけど。最初はね、うん、まあ、別に俺ビッグモードまだ実家だと思ってるんで。全然ビッグモードに帰省しますよ。おい来いよこの後のカスタム。絶対来いよ。絶対来いよ。待ってるからな俺たちは完結戦で。ピンポン押しに。じゃあ最後にアルセ君から本番に向けて、まあ、本番と V サイのカスタムに向けて意気込みお願いします。いや まさかチーム名スタレイドックス、元をたどれば野良犬だったんですけど、はい、本当に家追い出されてるの、はい、ありがとうございます。伏線回収。よく考えたら先に野良犬って言ってたし別にいいかなっていう感じで頑張ります。じゃあこれからのカップ丼、そして V サイの本番までじゃあ各自頑張ってください。はい、頑張ります。はい、じゃあお疲れでーす。よいしょ。よいしょ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、というわけで無事ビッグモードを獲得したハヨンチームにお越しいただきました。いやー、おめでとうございます。じゃあハヨンくん、ビッグモードを選択した理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、最初もともとですね、はい、車タイザーを考えてんですけど、はい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 、そうなんか車タイザーみんなにその人気ありかなと思って、はい、あ確かにビッグモードの武器やっぱり最初の武器、あランパートスペシャル、はい、ランパートスペシャルこれ強いから、はい、あれやってみようかと思ってやったんですけど、はい、無事取りました。わあ、もうね、抽選、はい、くじ引きの結果なんでね。はい、レイドさんからね、奪った。レイドさんと先輩から奪い取ったランドマーク。いやでも一番美味しいもそれが。いやそうなんですよね。そうよね、もう買うとき毎回感謝しなよ。うわレイド先輩緊急救ありがとうってレイド先輩のおかげですって言いながらちゃんと毎回緊急救買わないと。いや毎回レイドさんの方向見て祈りますよ。毎回関係線の方見て。ありがとうございます。はい、じゃあナリさんから最後に、はい、本番とねカスタムに向けての意気込みお聞きしてもよろしいでしょうか。ウェーイ。
頑張れ。あれ？あ、頑張ります。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 みんなの、はい、いつもの大事に。おお、ありがとうございます。うん、はい、今もらったからには大事に頑張りますということで。はい。はい。じゃあ3人ともありがとうございました。あの、ありがとうございました。に向けて残りも頑張ってください。はい、頑張ります。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いや、引くテンション驚き。びっくりした。裏？あ、よはじちです。はい、お疲れ、あ、お疲れ様でーす。お疲れ様です。すいません、すいません、お疲れ様です。テンション低すぎてびっくりしたよ。はい、おはようモンド。じゃあ、西麻布モンドコーチ、え、俺なんで西麻布なの？しっかり決め抜き見てんだよ。いやでもさ、いい、ね、まあウェイソ強いよ、釣りより。ウェイソ強いよね、いいよね。釣り、うん、よりやめて、釣りゴミよ。そうなってくる。人の門に渡った瞬間バチボコ言い始めるやん。あとさ、はい、質問があるんですけど、逆に、はい、どうぞ。はい、あのミラーボールと中継なんで一緒にした？え、もう仕方ないかなって。いいよ、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 いいよ。強すぎ、強すぎ、強すぎ。うん、でも分けたらミラージュ・ポヨシだけのチーム動けないし、武士しょっぱいし、かわいそうじゃない？ちょっといいよ、いいよ、いいよ、美味しいっすよ。いいよ、いいよね。はい、じゃあ、うずこうさんどうですか、なんかこのチームのあの雰囲気というか仕上がり具合というかは、直近は。あ、まあなんだろうな、あとパズルのピースがハマるだけって感じですね。あ、前回はまあまあまあハマったわけじゃないですか、言うなら優勝という結果もありました、はいはい、あったわけですし、まあ、今回優勝できなかった、まあ、味方2人のせいだと思うんですけど。私なんとね、現在2回出場2位1位でございます。確かに、確かによろしくお願いします。びっくりした、びっくりした、びっくりした、びっくりした。キレガチが結構あったの。じゃあ最後は渡辺ひまりさん、はい、本番のカプタムに向けての意気込みを気にしてもいいでしょうか。いや、ちょっと、はい、うちのねチームのうずこを改めキングをね、お、キング、またあの優勝台に立たせるために全力で、はい、プレーしていきたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで残り V フェのカスタムと本番までもうちょっとで期間ありますが頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です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 。無事第一希望ざっくり取れたということで、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあざっくり選択した理由はどうしようかな。プテイさんよりじゃあアレルさん聞いた方がいいのかな。アレルさんで、はい、うん、あのまあ避難音には申し訳ないんですけど、はい、ちょっとあの北アンチっていうのは後から入れるんですけど、南アンチって後から入れないんですよね。そうね、基本的に。はい、でリングコンソールの負け率調べてたら、はい、南のランドマークがやたらと高いと。なんか今負け率、まあ、ぶっちゃけちょっと変らしいね。じゃあ雑売りにしちゃおうかなって、優先高かったという。なるほどなるほど。ビーコンとリングコンソールとジップがあったんで、バルーンが。そうね、バルーンがあるからね、あっこは。そう、それでちょっとまあ申し訳ないですけど選ばさせてもらいました。まあまあチームのアナリストとしてはね、正しい行為だし、まだね V フェのカスタムは始まってない段階なんでね、申し訳ないもクソもないですけどね。申し訳ないもクソないですか。あ、すいません。ありがたく、ちょっとごちっときましょうよ、そこは。ごちっときますか。すいませんですね、ひなのさん。嬉しそう。じゃあプテイさんから見て今のチームの仕上がりというか雰囲気はどんな感じでしょうか。いいです。ほんのお前ちょっとダメそうか。オッケー、ちょっと言いにくいか。あれ、怪しい。いいです、かなり。じゃあ最後にナルフさん、本番と V サイのカスタムに向けて意気込みよろしくお願いします。頑張るぞ、頑張るぞ。 いけそう、このチームなんか。本当に最強ですか、これは。インタビューすればするほど不安になるぞ。大丈夫かこれ。やばい、まっつい。まあ、ちょっとここはね、僕が指導してきますんで。はい、任せてください。一旦コーチの指導入りますと。はい、じゃあ、はい、本番とあのカスタムと向けて残りの期間も頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい、それではお疲れ様です。ありがとうございました。はい、さあでは
残った最後の4チームはこちら。ババーン、真っ黒クロスケ出ておいで。まずは一番もう最速で、真っ黒が確定しておりました本間ひまわりチーム。そして、抽選に敗北した結果、真っ黒が確定しましたししがみレオナチーム、そしてかがすみれチーム、市島ひろチームといった感じで、この4チームが残ったランドマーク、スカイフック東、ランドスライド、調査キャンプ、エピセンターから選択していただきますが、正直スカイフック東は多分ねどうにでもなると思うんだよな僕。ランスラも、まあ、でもランスラ今弱いんだよな、ちょっとやだな。前の仕様だったら全然悪くないんだけど、調査キャンプはちょっとね扱いがむずいんだよな。なんかね、なんとも言えん物資量してる。で、まあ、エピ戦はまあエピということでね。はい、お疲れ様です。まあ一旦元気なしか、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、一人だけ元気と。はい、自分今誕生日配信してるんで、おめでとう。テンション高いです。おめでとう、ありがとう、ありがとう。じゃあまあ一応各自はい、残ってるランドマーク、スカイフック東、ランドスライド、調査キャンプ、エピセンターなんですけど、はい、どこが欲しいとかってあったりしますか。全然どこでも東。どこでも東。どこでも東だ。全然どこでも東。どこでも東かな、そりゃ。エピはないエピね。ないエピ。ないエピか。どこでも東のないエピ。ないエピね。じゃあまずは、はい、調査キャンプですね。調査キャンプのチームを決定したいと思います。はい。いきます。開始。押しました。助けて、シーシー助けて。確かにシーナさんいんのか。助けて。あ、メイカちゃんだ。おめでとう、メイカちゃん。まあ、ありがとう。スミレちゃんじゃエピセンってことで。なんか寄ってきてる、こっちに。それ見届けとるから。じゃあ次ランドスライド。ランドスライド、あ、まあ、まだランスラー、まだね、まあ、ノーマとか入れればまあまあ全然全然、そう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 、まあ、移動は、まあ、なんかランスラーだったら構成が全員多分変わるよね。ちなみに今ランスラー、あの一個ナフ入って、あのアンテナが生えなくなった。聞こえない、聞こえない、何も聞こえん。聞こえんよね、聞こえんよね、何も聞こえん、何も聞こえん。そうっすね、何を言ってる。さあ、じゃあそんなランドスライドのチーム決めていきたいと思います。ではルーレット回します。開始。ごめんなさい、本当にレオナさんです。イルイシー、おめでとうございます。本当にすいません、イルイシー一応2回なんですが、よく、いや、ルーシー一郎がきっとランスラ好きだから大丈夫。スミレちゃん、よかった。イースト残ってるね、イースト。イーストだよ、これは。イースト残ってるで。これはイーストだ、さすがにね。よかった、よかった、誕生日だし。さすがにイーストだよね、誕生日だし。よかったね、いや、盛り上がるな。ありがとうございます。え、次どっち決めんの、どっち決めんの、エピセンとイースト。あー、じゃあエピセン決める。まあ今 V シールのスーちゃんだし、じゃあエピと、うん、はい、あー、なるほどね、スカイフック東で、確かに回すか。まあこの2つで回すのがいいんじゃない。ええがら、ええがら、ええがら。もっと細かくする、もっと細かく、めっちゃ、めっちゃ細かくする。いけ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 、じゃあまあスーちゃんスタートコール、じゃあお願いしちゃおうかなと思います。よーい、スタート。回しました、はい、自動で止まります。はい、あ、こう、まっか、まひろさん今来た、まひろさんこれ当たんなかったことになります。ごめん、つぶれがもらう。くっ、出た。エピエピエピって書いてる、上に、あの、上に、なんでスカイって書いてる。
上にエビって書いてある。すっごい早くって上に書いてるのが正しい。くるくるって上に書いてるのが正しい。今日誕生日なんですけど、よく見てルーレットの矢印の先はスカイフックだ。ちょっと危ないよね。ちょっとわあ、僕もスカイフックかなってちょっと思わんことはないんだけど、まあでもまあでもソフトが正しいんでね、ちょっとそれは僕には何とも言えない。でもあれじゃない、言霊ってあるよね。お前らひーちゃん言ったから、ナブちゃんほんまごめん。一番嫌なとこ引いてんのかほんまリーダーでごめん。というわけで、高すみれチームは、